いい加減にしてよ。もうあなたと話すのはうんざり。すぐにこっちに来てちょうだい。離婚よ。サインとハンコもらうから。私は用意していた緑の紙を机の引き出しから引っ張り出した。もう少し後になってから出すつもりで準備していたけど、こうなっては致し方がない。我慢の限界である。その日の夜、私と母、4人の子供たちと夫の進さんで話し合った。しかし、息子たちも私も、この離婚に異論はなかった。進さんは、分かったとだけ答えて、離婚届にサインをしたが、ハンコをつく前に、こんなことを言い出した。離婚はする。だがな、急にこんなことされて、俺の方が被害者なんだ。慰謝料として、この家と土地はもらうからな。100坪の土地。それと、ガキどもとババアの面倒はお前が見ろよ。この木に及んで、まだ被害者面をするつもりなのかと、その厚顔さに呆れるしかなかった。それに、離婚を突きつけられているのに、慰謝料を請求できると思ってるのか。痛々しい人だ。ええ、どうぞ。私たちは出て行きますのでご自由に。私はさらりとそう言って、夫にハンコを促した。夫は疑いもせずに、むしろ喜んでそれを押した。その離婚届を取り上げて、翌日役所へ持っていくと、それは受理され、私は自由の身になったことを実感し、肩の荷がすっと降りたような心地を味わった。よく晴れた空の青が目に染みた。こうして、無事に離婚は成立したが、その後、彼は私たちの引っ越し先にやってきて、こう言った。おい、どういうことだ？聞いてないぞ。何も知らずに家と土地をもらうと言ったのは彼の方だ。今頃気づいても遅い。だってあの家は。私の名前は小城千尋、48歳の専業主婦だ。夫の進さんとは大学生時代に同じバイト先で意気投合し交際をしていた仲だ。接客業で大変なこともあったけれど、彼はいつも笑って受け流していて余裕があるように感じた。また、私も彼もキャンプが趣味で、サークルの仲間とも何回かキャンプに行ったけれど、進さんは容量も良くて、テントを建てるのも、料理をするのも、何でもそつなくこなしていた。そんな彼が、私には大人びて見えて、そういうところが好きになったのを覚えている。大学を卒業してからは、職場が離れていたり、些細なことですれ違うことが重なったりして、一度は別れ、それぞれの仕事に邁進して過ごしていた。その頃の私は、結婚にはそれほど関心がなかったが、学生時代の友人たちは、次々と結婚していった。彼らが幸せそうに笑っているのを見て、やはり一人身で生きるのは寂しい、と感じるようになった私は、マッチングアプリを始めてみたのだ。するとある時、偶然にもマッチングアプリで進さんと再会し、それをきっかけとして復縁。進さんはそれから1年後、私にプロポーズをしてくれた。千尋さん、俺は千尋さんとこの先もずっと一緒にいたいんだ。結婚してください。今まで見た中で一番緊張した様子の進さんのその言葉が私は嬉しかった。進さんと一緒ならどんなことも乗り越えていけるような気がしたし、何より一緒にいられる時間が幸せに思えていた。だから私はそのプロポーズを受け結婚した。その時の喜びは写真の中の二人の笑顔が物語っている。二人とも社会人として過ごす過程で、学生の時よりも現実を見られるようになっていた自信があった。けれど、私たち夫婦にあったズレはなかなか解決しなかったのも事実だ。一つは、進さんは私に専業主婦になってほしかったそうだが、私はキャリアを諦めたくなかったので、共働きを希望していたこと。二つ目は、子供に関してで、進さんは3、4人がいいと言っていたのだけれど、私は子育ての負担を考えて、一人でも十分と考えていたこと。進さんとは何度も話し合った。千尋には専業主婦になって家を守ってほしいんだよ。
私は出産後も働きたいのよ。子供が生まれたらいろいろお金もかかるし、将来私が社会に復帰するってなった時のために。お金なら俺が稼ぐから心配しなくていいよ。そういう問題じゃないのよ。話はいつも平行線だったが、私は出産後もなんとか仕事に復帰した。子供に関しても話し合ったけれど、義両親から子供はたくさんいた方がいいと言われて、結局4人産むことになった。4人とも一つ違いで生まれ、みんな元気な男の子で本当に可愛らしい。ただ小さな子供たちを抱えて買い物に行ったり病院に行ったりするのはとても大変だった。また保育園に預けても子供の発熱で職場から早退することもしょっちゅうで、上司にも同僚にも迷惑をかけてしまう。そればかりではない。家に帰れば子供たちの相手をしながら部屋も片付け、お風呂の掃除、やっと部屋を片付け終えたと思って振り返れば子供たちがおもちゃ箱をひっくり返して遊び始めている。これからご飯も6人分作る必要もあるのに何も片付かない。家事は会社にいる時よりもタスクが多いのに、これらをワンオペでやっていたので私は頭痛がしてきた。体調もなんだか思わしくなく、いつも体が重かった。このままではいずれ限界が来てしまうと、そう思った私は思い切って進むさんに家事と育児を少しでも手伝ってもらえないかと打診した。せめてゴミ出しとか上の子たちの寝かしつけだけでもいいから。すると進むさんは怪訝そうな顔をして言ったのだ。え、そんなのママの仕事だろう。なんで俺がそんなことしなきゃいけないの？一人じゃとても大変なのよ。私は進むさんなら当然協力してくれると思っていた。しかし進むさんは、男の俺じゃ力になれないと全くと言っていいほど取り合ってはくれなかった。それどころか夫に家事を手伝わせる毒嫁とまで言い出す始末だ。それはお盆の時期に親戚で集まった席でのことだった。義両親もいる席でそんなことを言われて、私は本当に悔しく恥ずかしかった。4人の子供の世話をしながら家の中のことまで全て回しているのに、感謝もされないで毒嫁呼ばわりされるとは思いもよらなかった。後で私が文句を言うと、進むさんは、うるさいなぁと面倒くさそうにあしらって顔を歪める。毒嫁のくせに。吐き捨てるように彼は言った。その態度と一言で私の中の何かがふっつりと切れた気がした。もう進むさんには期待しないでおこう。それからは自分の貯金を切り崩してベビーシッターを頼んだり、両親を頼ったりして自分への負担を軽くできるようにしたが、それでもどうしても限界がある。私は子供たちのためにとうとう仕事を辞め、専業主婦になることを決意した。進むさんはその頃には最低限の必要な分のお金しか家に入れてくれなくなっていた。どうやら趣味のキャンプグッズに使っているらしい。浮気などではないだけまだマシだが、それにしたってひどい。私は自分の服も我慢して買わずに切り詰めて生活してるのに。結婚する前は家族でキャンプに行って子供にたくさん思い出を作ってあげようと話していた。二人で楽しく明るい家庭を思い描いていたはずなのに、どこで道を間違ってしまったのか。彼はソロキャンプを楽しむためだけに週末も家を空けている。進むさん曰く、子供がうるさくて休んだ気にならないそうだ。子だくさんを望んだのは進むさんのはずなのに、育児には無関心だなんて、こんなことがあるだろうか。今や彼にとって家庭を持っているというステータスだけが重要なのであって、私や子供たちのことはただの飾りとしか見ていないようだった。それから十数年余りが経ち、長男の春と次男の夏希が高校生になり、三男の秋彦と四男修斗が中学生になっていた。入学の費用や制服、その他の準備品も
両親を頼りながら何とか捻出したが、進さんはこの時も十分なお金を入れてくれはしなかった。そればかりか、近頃は若い女の子のアイドルグループにはまっている。進さんの部屋には、彼女たちの CD やポスターなどのグッズが隠すようにして書棚に置いてある。バレないとでも思ってるのだろうが、逆に不自然ですぐ分かってしまう。こんな人のどこが好きになったんだっけ。私はそのグッズをどこか白々しく眺めながらつぶやいた。私はあの人のことがもう好きではなくなってるのだろう。会話もできる限り最小限にして過ごし、子供たちが自立するまでは離婚せずにいようと心に決めていた。それもあと少しだ。シュートが高校を卒業して大学生になったらその時は。そう思っていたある日の朝、母和江から電話があった。もしもし、千尋？あ、お母さん、どうしたの？驚かないでね。実は、お父さんが。え？お父さんが？私は耳を疑った。父は散歩途中の交差点で交通事故に遭っていたというのだ。救急車で運ばれ、意識不明の重体だそう。私は取るものもとりあえず、父がいる病院まで駆けつけた。待合室では母が青い顔して椅子にもたれている。お母さん、お父さんは？意識戻るよね？千尋、お医者さんが覚悟はしておいてと。私は祈る気持ちで母とそこにいた。だが、その祈りも虚しく、父は帰らぬ人となった。父との突然の別れに、私も母も、どんな気持ちで父を送り出せばいいのかわからないままに、葬儀の手続きを進めた。家に帰り、息子たちに私の父の死を知らせた。もちろん、進さんにも伝え、告別式と葬式の日なども決めてあるから、会社を休んでほしいと言った。勝手に決められても困るよ。無理、絶対無理。しょうがないじゃない。今日突然のことだったんだし。大体、交通事故に遭うとか注意力が足りないんじゃないの？そんな言い方しないで。あなたには人の心ってものがないの？うるさいな。となると近所迷惑になるだろう。やめろよ。俺だって疲れてるんだから。とにかく告別式とお葬式は出席してよね。だから無理って言ってるだろう。その日は大事な商談があるんだから。そんなの他の人に引き継げばいいじゃない。それかリスケして日にちを変えてもらうなりできることがあるでしょ。他のやつにも任せられないし、取引先だってそんな簡単にリスケできるわけないだろう。分かってないなあ。これだから専業主婦は。分かってないのはどっちよ。いつもは平静を装えていた私でも、この時ばかりは叫んだ。どこまでも進さんは家族に無関心で、仕事の方が大事なのだ。数週間後、私は無事に葬儀を済ませて、母と一緒に父の遺品整理をしていた。結局進さんは告別式には来ず、葬式の日だけちょこっと顔を出すだけで、あとは何もせずに帰っていたことを思い出すと、悶々とした気持ちになった。母はそれを察したのか、少し休憩しましょう、と言ってお茶を入れてくれた。ハルト君や夏樹君、それに秋彦君と修斗君は元気なの？おじいちゃんがいなくなって寂しいでしょうに。やっぱりちょっと元気ないみたい。あの人もあんまりにも行くのが早かったわね。そんなにせっかちな人じゃなかったはずなんだけれど。私は何も言えず手元のお茶を見つめた。進さんもお忙しそうね。この間もちらっとだけお顔を見たけど。大事な商談があったんだって。それで早く帰っちゃったの。そう、寂しいわね。母はずずっとお茶を飲んだ。
なぜだかその時、母の姿が小さく見えた。父と同じように、すぐにでもどこか遠いところへ行ってしまうのではないかと心配になった。遺品整理が終われば、私もこの家にはしばらく来なくなる。母一人で暮らすには広すぎる家だ。何しろ、およそ100坪の敷地に 8DK の住まいである。ところどころ修繕が必要な部分はあるものの、柱はしっかりしていて丈夫だ。一方、今の私たちの住まいは少し手狭だった。育ち盛りの高校生と中学生が4人もいて、さらに大人2人ともなると、そろそろスペース的にも限界を感じていた。ここに引っ越せば少しは子供たちもゆったりと過ごせるのではないだろうか。私はそんなことを考えながら、ぽつりと母に提案した。お母さん、私たちこの家に同居するのはどうかな。え？そりゃ私もそれはありがたいけど、進むさんやハルト君たちもなんて答えるかわからないわよ。こんなボロい家なんて。母はそう言ったが、私はその日家に帰ってから4人の息子たちと、それから進むさんにもこの話を提案してみた。幸いにも中学校の学区は変わらず、ハルトと夏希の高校もむしろ少しだけ近くなる。4人はいいんじゃないとおおむね賛成だったが、進むさんだけは違った。会社から遠い、リモートワークもできるけどさ、お母さんと一緒じゃ気を使って仕事なんか集中できないよ。結局進むさんだけが今の家に残ることになった。それもあってか、彼はその後もアイドルグループに入れ込んで、グッズももはや隠す様子もなく堂々と飾ってある。趣味があるのはいいことだと思うし、何に夢中になっても構わない。けれど、もう少し家庭というものを顧みてほしいと思うのはわがままだろうか。仕事に出てお金を入れるだけで一家を支えていると思っているのは時代錯誤ではないだろうか。ゴミ出しもお風呂の掃除も家族キャンプだって子供たちが生まれてから一度もしてくれていない。私はそんなことを考えながら、いよいよ夫婦としても家族としてもそこが見えてきたように感じていた。そうして私と子供たちが引っ越してから数ヶ月が経った。息子たちも広い家に馴染んでくれて、時々友達も連れてきてゲームをしたり勉強をしたりと楽しそうに過ごしている。近所の方々にも元気に挨拶をしてくれているようだった。そんな様子を見て、私の母は目尻を下げて喜んでいた。まあ、ずいぶんと賑やかになったものね。ご飯の作りがいもあるわ。私はというと、そろそろ社会復帰するための就職活動を始めていた。とはいえ、やはりブランクのある女性を雇ってくれるところはそうそうないのだが、一社だけ契約社員として採用をもらうことができた。中堅企業で最終面接をしてくれたのは社長さんだったが、とても人当たりのいい笑顔が印象的な方だった。私はその会社に勤めることにし、一時は諦めていたキャリアを立て直すことに着手し始めた。新しい生活が軌道に乗り始めた頃、先輩ママのゆきさんからショートメッセージが届いた。ゆきさんは私が結婚前に勤めていた会社の先輩で、妊娠・出産を機に退職していったが、その後も個人的に子育てや保育園、小学校の役員会などでもたびたびお世話になった人だ。彼女からのメッセージの内容は、驚くべきことに、進むさんが地域の子育て支援のコミュニティで先輩パパとして育児や家事について講義をしているというものだった。私が、夫に育児も家事も協力してもらえないと相談していたのを覚えていたゆきさんは驚愕し、教えてくれたという次第だ。これには私も黙ってはいられなかった。感情を抑えられなかった私は、進むさんに電話し、どういうことなのかと説明を求めた。え？何怒ってるんだよ。俺だって乗り気じゃなかったんだ。でも、周りから言われて仕方なくやってんだよ。ゆきさんから聞いたわよ。
我が物顔で語ってるそうじゃない。嫁と子供との理想の関わり方とか、男の役割とか。あなた、育児も家事も全くしなかったのによくもそんなこと。はあ？俺だって家事くらいしただろう。皿洗いとか、ゴミ出しとか。いつしたって言うのよ。お前が子供たち連れて帰省とかしてただろう？あの時だよ。そんなの当たり前でしょ？いちいち突っかかってくるなよ。いいだろう、俺が何したって。お前には関係ない。家族って言ったって結局は他人なんだぜ。その他人をチビども4人も含めて養って不自由なくさせてやったんだ。もっと感謝されたっていいだろう。子供たちはもうチビと言えるような年齢じゃないし、不自由なく暮らしたなんて思ってるのはすすむさんだけだ。私は生活を切り詰めて子供たちにたくさん食べさせるためにいつも頭を悩ませた。これまでの我慢が切れ、私は自分の声かと思うくらい大声で怒鳴っていた。いい加減にしてよ。もうあなたと話すのはうんざり。すぐこっちに来てちょうだい。離婚よ。サインとハンコもらうから。それだけ言うと、私は電話を乱暴に切り、用意していた緑の紙を机の引き出しから引っ張り出した。もう少し後になってから出すつもりで準備していたけど、こうなっては致し方がない。我慢の限界である。その日の夜、進さんはのこのこと家へやってきた。今には私の母と子供たち4人が座っている。私は母の隣に座り、進さんはテーブルを挟んで私の目の前に腰を下ろした。私が彼の前に無言で離婚届を差し出すと、彼は何これと言った。珍しく動揺している。まさか本当に離婚届を突きつけられるとは思わなかったようだ。なあ、おい、話し合おうぜ。早まるなよ。どうせ俺の収入がないとお前らやっていけないんだろう。私は冷たく言い放った。そんなことはありません。少し前に私就職したの。だから収入面は心配しないでください。でも子供らは？俺がいなくてがっかりするんじゃないか？進さんは恐る恐る子供たちの方を見た。だが4人ともぶすくれた顔をして顔を横に振っていた。その中でハルトが言った。お母さんはずっと我慢してた。お父さんといるときずっと辛そうだった。だからもう離婚してもいいと思ってる。俺もそう思う。俺たちも大きくなったし、これからはおばあちゃんもお母さんも俺たちが守る。秋彦と周東も大きくうなずいていた。母は、進むさんと声をかけた。私は、私の一人娘を幸せにすると言ってくれたあなたを信用していました。けれども、すべて娘から聞きました。家族をないがしろにしてきたあなたに、娘と孫たちを任せるにはとても頼りないと思っています。その一言がとどめとなったのか、進むさんはがっくりとうなだれて、わかったとだけ答えた。そして離婚届にサインをしたが、ハンコをつく前にこんなことを言い出した。離婚はする。だがな、急にこんなことされて、俺の方が被害者なんだ。慰謝料として、この家と土地はもらうからな。100坪の土地。それと、ガキどもとババアの面倒はお前が見ろよ。この木に及んでまだ被害者面をするつもりなのかと、その厚顔さに呆れるしかなかった。それに離婚届を突きつけられているのに慰謝料を請求できると思ってるのか。痛々しい人だ。ええ、どうぞ。私たちは出て行きますのでご自由に。その代わり下の子の養育費は払ってもらいますからね。私はさらりとそう言って夫にハンコを促した。夫は疑いもせずにむしろ喜んでそれを押した。その離婚届を取り上げて翌日役所へ持っていくと、それは受理され、私は自由の身になったことを実感し、肩の荷がすっと降りたような心地を味わった。よく晴れた空の青が目に染みた。
その後、私と母、そして子供たちはというと、再び引っ越しをした。引っ越し先は、ゆきさんの親戚のお家で、使われていない 5LDK のお家だった。ゆきさんの話では、その家に住んでいたのは親戚の一家だったが、子供たちが結婚して家を出たのを機に、賃貸に出して、夫婦は世界旅行をしているそうなのだ。ゆきさんにいろいろと相談する中で、離婚のことも話していたから、住まいのこともすんなりと解決できたことは、感謝してもしきれない。このうちはガレージもついているため、バイク好きの夏樹と秋彦は大喜びだし、書斎に残っていた本棚を見て、春とも秋ともそこで勉強をしたり、本を読んだりして、充実した日々を送っている。末っ子の秋とは、何か小説を書いているようだと春人から聞いたけど、まだ見せてもらえていない。いつか見せてもらえるのかなと思うと楽しみだ。一方進さんはというと、元いた家を売り払うことにして、自分はぶんどった家に居座っているらしい。だが先日、春人や夏樹と一緒にガレージの整理をしていると、どこからともなく進さんがやってきた。私は不審に思いながら彼に、何なの?と問いかけた。おい、どういうことだ?聞いてないぞ。聞くと、お風呂場や台所などの床が抜けそうだったり、クロスもところどころ剥がれていたり、雨漏りがしたりすると苦情を言いに来たのだ。それもそのはずだ。あの家は老朽化が進んでいて、本当は建て直しも予定していたのだ。だが、そうする前に進さんが横取りしていったため、要所要所がボロボロのままなのである。それに土地もかなり田舎にあるために値がつかず、資産としては二束三文以下だった。そうとは知らずに、家と土地をもらうと言ったのは彼の方だ。今頃気づいても遅い。家と引き換えに下の子の養育費を払う約束、忘れないでね。今まで散々面倒見てきただろう。そう言って、大人げもなくわめく進むさんに対し、私が何か言う前に子供たちが言った。あんたは父親らしいことなんて何もしてなかっただろう。そうだよ。すっかり成長した二人の息子に進むさんは一蹴された。その一件以来、進むさんが訪ねてきたり、電話がかかってくることはなかった。それからは毎日が平穏だった。もちろん仕事で大変なこともいくつもあるし、子供たちの学校行事や受験もあったりして落ち着かないことも多々ある。それでも進むさんといた頃よりずっと自由でのびのびとした気持ちでいられるのだ。進むさんはあのボロ屋に耐えきれず、とうとう出戻ることにしたそうだ。その際、家は仕方なく自腹で解体依頼をすることになった。倒壊したら危険だろうと近所からクレームを受けたためで、固定資産税のかかる空き地をどう処分するかは現在思案中とのこと。それと、ゆきさんともまた食事に出かけるようになった。進むさんとは離婚したことやその後の天罰などを話した。身から出たサビね。ゆきさんと私はコーヒーを飲みながらそう言って笑っていた。下の子の養育費を受け取りながら、子供たちや母と充実した日々を送っている。もうすぐ父の新盆が来る。セミしぐれの聞こえる暑い日に、私は父に何と報告しようかと思案していた。帝王切開の手術を終えた息子の嫁、リエ子と病室で話していると、息子のユウヤからメールが来た。病院に着いたけど、病室どこ?私と夫は急いで病院の玄関に向かう。そこには、息を切らしたユウヤの姿があった。私の前を夫がズカズカと歩いていく。リエ子はどこ?ユウヤの質問に答えず、夫は鬼の形相でユウヤを睨みつけた。お前に孫は会わせん。赤ん坊は私たちがもらう。え、
何それ、どういうこと。ゆうやは何も知らないという感じで戸惑っているように見えた。その様子に私は余計に苛立つ。これ、リエコさんからよ。私もゆうやを睨みつけ、リエコから預かってきた離婚届を差し出した。なんだよこれ。わけわかんないんだけど。ゆうやは力なくそう言うと、離婚届を持って、とぼとぼと帰っていった。どうしてこんなことに。私たちも黙ってとぼとぼと、リエコの待つ病室へ戻る。扉を開けると、心配そうな顔をしているリエコと目が合った。大丈夫よ。あなたたちのことは、ちゃんと私たちが守るから。リエコさんは、自分と赤ちゃんのことだけを考えてね。もちろん、予定通りうちに里帰りしてちょうだいね。子供のように泣きじゃくるリエコの背中を、私はゆっくりさすった。私の名前は田村純子。夫のひろゆきとの間に、ゆうやという一人息子がいる。お母さん、これ重いでしょ？僕が持つよ。ゆうやは小さい頃から一緒に買い物に行くと自分より大きな荷物を持ってくれようとするとても優しい子だった。それは夫の教育のおかげかもしれない。ゆうや、世の中には自分よりも小さい人や弱い人、いろんな人がいるんだよ。ゆうやはそんな人たちにも優しくできる人になろうね。わかった。夫は基本、ゆうやの好きにやらせるスタンスでいたが、このことだけはいつも口を酸っぱくしてゆうやに伝えていた。その甲斐あってか、ゆうやは優しく穏やかな少年に成長する。中学生の頃、ゆうやは足が3本しかない子犬を連れて帰ってきた。どうしたの？その子。捨てられていたんだよ。足が3本しかないから捨てられたのかな。ゆうやは悲しそうな目で子犬を見る。俺がちゃんと世話するから、この子飼ってもいいかな。許可を得るような言い方ではあったけれど、ゆうやの中ではもう決まっている。そんな強い意志が感じられた。お父さんにも聞いてみようね。その晩、ゆうやは犬を抱いて夫を出迎えた。夫に日中の出来事を説明し、犬を飼っていいか、許可を得るゆうや。ゆうや、覚悟あるか？うん。三本足のこの子を見捨てたりはできないよ。わかった。早速必要なものを買いに行くか。こうしてその日から、我が家に新しい家族が増えたのだった。この犬の名前は、クローバー。名付け親はもちろんゆうやだ。クローバーは、はじめこそ走ったりトイレをするのにも苦労していたが、器用に三本足で生活できるようになった。おはよう、クローバー。散歩行こう。ゆうやとクローバーはいつも一緒だった。ゆうやはクローバーと離れたくなくて、大学は実家から通える場所を選んだほどだ。クローバーは俺の弟だから。すっかりがたいの良くなったゆうやのお腹の上で、クローバーが寝ている。二人は本当の兄弟のようで、見ていて微笑ましかった。就職に伴い、さすがにゆうやは家を出ることに。実家から1時間の距離の場所で一人暮らしをすることになった。クローバーのこと、よろしくお願いします。責任感の強いゆうやは、最後までクローバーを世話できなかったことを悔やんでいた。お兄ちゃんが帰ってくるの、一緒に待っていようね。そんなゆうやを、私たちは笑顔で送り出した。ゆうやが就職した会社は、最近設立されたばかりの新しい会社で、20代から30代が中心になって働いていた。大学時代は人の上に立つような感じではなかったが、優しく責任感のあるところが評価されたのか、ゆうやは32歳で部長に就寝。毎日忙しそうで、夜8時に電話しても、
まだ仕事中であることがしばしばだった。しかし、クローバーの写真を送ると、すぐに返信が来るのは面白かった。そんなある日、ゆうやがリエコという女性をうちに連れてくる。こちら、お付き合いしている野田リエコさん。総合病院で心療内科のお医者さんをしているんだ。ゆうやが女性を家に連れてきたのは初めてだ。いらっしゃい。ちょっとゆうや、連れてくる前にちゃんと言っといてよ。大丈夫。うちは母さんがいつも掃除してて綺麗だから。そういうことじゃなくて。私たちのやりとりを見て微笑んでいるリエコ。彼女は物腰柔らかそうで、聡明で、ゆうやと似た雰囲気の素敵な女性だと直感した。おお、グローバー、元気だったか？17歳になったクローバーがゆっくりと玄関に出てきた。クローバーは少しゆうやの匂いを嗅いだ後、リエコの足元に寄っていき、コロンとお腹を見せた。はじめまして、クローバー。お兄ちゃんからよく写真見せてもらってたよ。かわいいね。リエコがお腹を撫でると、クローバーは気持ちよさそうに目をつぶった。クローバー、一瞬で俺からリエコに乗り換えたな。お前ってやつは全く。クローバーがペロンと舌を出す。その様子にみんなが一斉に笑った。四人で談笑していると、ゆうやから、リエコと結婚するつもりだと言われ、私は感極まる。そんな私を見て、リエコは緊張した面持ちでこう言った。実は、はじめにお話ししておかなければならないことがあります。リエコは、ゆうやと顔を見合わせると、覚悟を決めたように話し始めた。実は私、施設育ちなんです。本当の両親は、私が小さい頃に事故で他界しました。そうだったの。私はどこまで踏み込んで聞いていいのかわからず、当たり障りない返事をする。リエコは私の気持ちを察したようで、自分の生い立ちを詳しく話してくれた。リエコに出会う前までは、親がいることが当たり前だって思ってた。でもそうじゃないんだよね。俺にもし両親がいなければ、大学進学も諦めていたと思う。でもリエコは、自分の境遇を悲観せず、自分の夢を叶えるために一生懸命頑張っているんだ。今も。ゆうやはそう言うと、リエコに優しく微笑みかけた。話してくれてありがとう。私たちもリエコさんのことを尊敬するよ。ゆうやのこと、よろしくお願いします。私たちの言葉を聞いて、ようやくリエコは緊張が解けたようだ。一つわがまま言っていい？私がリエコにそう言うと、リエコは首をかしげる。今度、二人でランチ行かない？私の提案にみんなが笑い出した。なんだいきなり、リエコさんもびっくりしているだろう。実はね、私娘と買い物行ったり、カフェに行ったりするのが夢だったの。男は量重視で、おしゃれなところなんか連れて行ってくれないじゃない？悪かったな、いつも定食屋で。そんな私たちのやりとりを見て、声を出して笑うリエコ。私もそういうのずっと憧れていました。誘っていただいてとても嬉しいです。それから私とリエコはすぐに心許せる仲となった。そんなある日、リエコの妊娠が判明する。私も夫も心から喜んだ。ゆうやたちは大安の日に籍を入れ、ゆうやのマンションにリエコが引っ越す形で同居が始まり、二人で出産に向けて準備を始めた。会うたびに大きくなるリエコのお腹を見て、私たちも幸せを感じる。もうすぐ臨月に差し掛かろうとしたある日、ゆうやたちがうちにやってきた。実は俺、来週から半年の予定で、大阪支所へ出張できないか打診されているんだよね。
私も夫も眉を潜める。もうすぐ子供が生まれるんだし、断ったら？子供は産んで終わりじゃないのよ。そうだぞ。父親はお前一人なんだぞ。私たちは、ゆうやの長期出張について難色を示した。しかしそんな私たちを見て、リエコが言った。私なら大丈夫です。職場は理解があり、今も仕事量を減らして仕事させてもらっています。ゆうやさんも子供が生まれたら休みの日はこちらに戻ってきてくれると言っていますし、私はゆうやさんの仕事を応援したいです。リエコはまっすぐな眼差しでそう言った。私と夫は顔を見合わせる。まあ、最後に決めるのはお前たちだからな。しばし沈黙が続いた。もし、リエコさんが良ければなんだけど、沈黙を破ったのは私だ。うちに里帰りしていらっしゃい。いくら若くても、産後はできるだけ体を休めないと、後々響くわよ。リエコは目を丸くする。私たちはリエコさんのこと、本当の娘だと思っているわ。これくらいしかできないけど。あ、でも、リエコさんが嫌でなければね。リエコは私の言葉を最後まで聞かずに頭を下げた。ありがとうございます。お言葉に甘えてもいいですか？私は大きくうなずく。ゆうやも心底安心したようで、ゆうやとリエコは顔を見合わせて笑った。これでゆうやが長期出張に行っても大丈夫だ。そう思っていたのだが。ゆうやが大阪に行ってから、私はリエコが一人で買い物に行くのは大変だろうと思って、毎週末リエコの家を訪れていた。はじめは持ち前の明るさで迎えてくれたリエコだったが、ゆうやが出張に行って2週間が経過した頃からだろうか。彼女はなんだかため息が多く、ぼーっとしていることが増えた。リエコさん？私が声をかけると、はっとして笑顔を見せてくれるが、明らかに様子がおかしかった。リエコさん、体調は大丈夫？心配事があるなら何でも相談してね。私も一人は子供を産んでいるから、何か力になれるかもしれないわ。いつもありがとうございます。大丈夫です。顔もなんだかやつれているようで心配だったが、リエコが何も言わなかったので、私もそれ以上は何も言わず見守ることにした。ある日、リエコから電話がかかってきた。お母さん、助けて。リエコさん、大丈夫？陣痛始まったの？電話の向こうで、リエコがうーんとうなっている。まだ35週に入ったばかりよね。まだ生まれるには早いわ。通常、37週から41週に生まれるのが正常だと言われているので、35週で生まれてくると早産となる。お母さん、怖いよ。リエコは今一人で初めての陣痛、そして早産である怖さと戦っている。私は深呼吸し、リエコを優しく諭した。リエコさん、今救急車呼ぶから待ってて。大丈夫よ。私たちもすぐに行くからね。私はそう言うと、すぐに電話を切って、リエコのうちに救急車を要請した。救急隊員から搬送先の病院名を聞き、私と夫は車に飛び乗る。車の中で、ゆうやにもメールを入れておいた。私たちが病院に着いたとき、リエコは緊急帝王切開の最中だった。大丈夫ですよ。お母さんも赤ちゃんも頑張っています。今お母さんは35週なので早産になります。生まれてきた赤ちゃんはしばらく NICU で管理させてもらうことになります。看護師さんがわかりやすく説明してくれた。リエコも赤ちゃんも無事だと聞いて、私たちは一安心する。NICU に連れて行かれる赤ちゃんを少しだけ見ることができたが、その小ささに驚いたと同時に、
愛おしい存在の誕生に涙が出てきた。手術が終わり、私たちは病室でリエコが目覚めるのを待った。お母さん。一時間後、リエコが目覚めた。リエコさん、お疲れ様。早産だったから赤ちゃんは NICU にいるらしいけど大丈夫よ。ゆうやもあと2時間くらいでこっちに到着できるって。励まそうとゆうやの名前を出したのだが、リエコはなぜか泣き始めた。そんなリエコの様子に私も夫も慌てふためく。大丈夫、赤ちゃん無事よ。リエコさん、頑張ってくれてありがとう。リエコは大きく首を振る。そしてポツリポツリと話し始めた。ゆうやさん、不倫しているんです。そう言うと、リエコが両手で顔を覆う。ゆうやが、不倫？いきなりの告白に、私たちも言葉を失った。リエコの話によると、ゆうやは出張中に水谷愛子という女性と不倫し、彼女を妊娠までさせたという。そんな、妊娠なんて、だってまだ出張に行って1ヶ月しか経ってないだろ。妊娠はありえないよ。確かに、夫の冷静さに私はうなずく。しかしリエコは首を振った。今回の出張以前からゆうやは不倫をしており、長期出張中、愛子と大阪で一緒に暮らす予定だったらしい。誰がそんなことを言っていたの？ゆうやが不倫なんて信じることができず、私も無気になる。数週間前、愛子さんが私の患者としてカウンセリングを受けに来たんです。愛子はゆうやの写真を差し出し、この人との子供を身ごもったが、相手が既婚者であることを知って、精神的ショックを受けた、と相談してきたそうだ。そんなことがあったなんて。最近リエコが元気がなかったのはそのためか、と私は納得する。私も夫も何も言えずにうつむいていると、リエコが言った。子供が無事に生まれたら、離婚するつもりでいました。そう言って彼女は、自分のところは記入済みの離婚届をバッグから取り出した。そんなリエコを見て、私たちは彼女の決心の固さを感じた。もうゆうやさんとは会いたくありません。私の代わりにこれをゆうやさんに渡してもらえませんか？リエコはそう言うと、私たちに離婚届を差し出し、頭を下げた。リエコさんにこんな思いをさせるなんて。私はいくら息子であっても、ゆうやのことが許せなかった。それは夫も同じだったようだ。その時、ちょうどゆうやから、病院に着いたけど、病室どこ？とメールが来た。私と夫は急いで病院の玄関に向かう。そこには、息を切らしたゆうやの姿があった。何もなければ、急いで母子に会いに来た優しいお父さん。これから感動の再会が訪れるはずだった。しかし現実を知った今は、ゆうやが憎らしくて仕方なかった。私の前を夫がずかずかと歩いていく。リエコはどこ？ゆうやの質問に答えず、夫は鬼の形相でゆうやを睨みつけた。お前に孫は合わせん。赤ん坊は私たちがもらう。え？何それ？どういうこと？ゆうやは何も知らないという感じで戸惑っているように見えた。その様子に私は余計に苛立つ。これ、リエコさんからよ。私もゆうやを睨みつけ、リエコから預かってきた離婚届を差し出した。なんだよこれ。わけわかんないんだけど。ゆうやも苛立っているのがわかった。自分のしたことをよく考えろ。お前が二人に会う資格はないからな。夫とゆうやはしばらく睨み合っていたが、みんな何があったんだよ。ゆうやは力なくそう言うと、離婚届を持ってとぼとぼと帰っていった。こんな強い口調で言い合ったのは初めてだった私たち。
夫も私も、ゆうやの後ろ姿を見つめながら、深いため息をつくことしかできなかった。私たちは黙って、とぼとぼと愛子の待つ病室へ戻る。扉を開けると、心配そうな顔をしている理恵子と目が合った。大丈夫よ。あなたたちのことは、ちゃんと私たちが守るから。理恵子さんは、自分と赤ちゃんのことだけを考えてね。もちろん、予定通りうちに里帰りしてちょうだいね。理恵子の目から、また大粒の涙がこぼれる。ありがとうございます。子供のように泣きじゃくる理恵子の背中を、私はゆっくりさすった。それから8日後、理恵子は無事に退院した。赤ちゃんはまだ退院できないが、大きな問題もなく、日々少しずつ成長しているようだ。保育器の中で、たくましく生きている我が子を見て、理恵子も強く生きていこうと決心したようで、あの日以来、理恵子の涙を見ることはなかった。お母さん、午後母乳を届けに病院に行きたいんですが、車で送ってもらえませんか？もちろん、私も四つ葉に会いたいわ。理恵子が優也のことを話さない限り、私たちは黙って普通の生活を心がけることに専念した。そうそう、理恵子は我が子を四つ葉と名付けた。四つ葉のクローバーのように、周りの人を幸せにできますように、という意味が込められているらしい。我が子が幸せになるように、ではなくて、周りの人を幸せにするように。なんだか理恵子さんらしいなと思った。お母さん、お話が。ある日、理恵子が改まって話しかけてきた。どうしたの？私はすぐに、ゆうやのことだと直感する。実は、昨日の夜、ゆうやさんと電話で話したんです。自分の体調が落ち着き、理恵子はゆうやと向き合うことを決意したようで、昨日理恵子からゆうやに電話したのだという。ゆうやは全く状況がわからず、だいぶうろたえていたらしい。そこで理恵子は、患者としてやってきた愛子の話をした。するとゆうやは、愛子とは確かに仕事上の知り合いだが、特に長く会話をするような仲でもなく、不倫も愛子の妊娠も全く身に覚えがないことだと言い張ったらしい。必死に弁明するゆうやの言葉を聞いて、理恵子は心が揺らいだそうだ。ゆうやさんが四つ葉に会いたいというので、今度病院で会うことになったんですけど、お母さんも同席してもらえませんか？理恵子は申し訳なさそうに言った。私は優しく諭す。もちろんよ。理恵子さんや四つ葉には私たちがついているから大丈夫。理恵子さんが気が済むまでやってごらん。ありがとうございます。理恵子は安堵した表情を見せた。すっかり母の顔つきになった理恵子を私は全力でサポートすると心に決めた。その週末、私と理恵子は約束通り午後1時に病院に向かった。10分前に着いたのに、病院の前にはすでに優也がいて、あたりをキョロキョロ見渡している。そんな優也を、理恵子はしばらく遠くから寂しそうに見つめていた。大丈夫？はい。私、母親なんで。理恵子はまっすぐと優也の方へ進んでいく。私たちに気づいたゆうやも、私たちをまっすぐ見つめていた。久しぶり。体大丈夫？子供を産んでくれてありがとう。ゆうやの言葉に、理恵子は顔を歪ませた。そう、ゆうやは本来、こんな風に優しい人間なんだ。私も目頭が熱くなる。こっちだよ。そう言って理恵子は、さっさと NICU へと向かって歩き出した。きっと泣き顔を見られたくなかったのだろう。エントランスを歩いていると、一台のストレッチャーが目の前を通り過ぎた。あ、愛子さん？愛子って、不倫相手の？
聞き間違いかと思ったが、リエコはもう一度はっきりと愛子さんと呼びかけ、ストレッチャーの女性に話しかけた。どうしたんですか？あ、田村先生、ちょっと事故に遭っちゃって、でも軽く首を痛めただけでした。愛子は寝たまま答える。お腹の子は？リエコの言葉に付き添っていた医師の顔が真っ青になった。水谷さん、レントゲン取る前に妊娠していないって言っていましたよね。愛子ははっとした顔をする。いや、妊娠してます。間違えました。私は心療内科で働いている医師です。水谷愛子さんは私の患者さんです。私が聞いた限りでは、今妊娠3ヶ月だということです。何？医師はストレッチャーをすぐ近くの検査室に運んだ。私たち3人は顔を見合わせる。しばらくすると、ストレッチャーを押した医師が出てきた。水谷さんは間違いなく妊娠していませんよ。医師がはっきりとそう断言した。ってことは、ゆうやの不倫も嘘ってこと？横たわっている愛子を見ると、ふてくされたような顔をしていた。これまで私たちの後ろに隠れていたゆうやが前に出てきた。水谷さん。ここで初めて愛子は、ゆうやの存在に気づいたようだ。ゆうやくん、どうしてここに？ゆうやを見て、声が上ずる愛子。なんでこんな嘘つくんですか？僕たちただの仕事上の知り合いですよね。ゆうやは声を荒げることもなく、淡々と述べる。愛子は唇を噛んだ。不倫も妊娠も、すべて愛子の嘘だったことが判明し、私はその場に座り込んだ。ゆうや、信じてあげられなくてごめんね。一番に思い浮かんだのは、この言葉だった。ゆうやにそれを伝えようとしたその時、愛子が暴れ出した。ゆうやくんを一番に愛しているのは私よ！そう言って泣きわめく愛子に、ゆうやは冷たい視線を向ける。あなたの気持ちには答えられません。これ以上私たち家族に何かするようであれば、迷わず警察に通報しますよ。ゆうやの言葉を聞いてもなお、愛子は泣きながら何かを訴えていたが、こんな女の言葉なんて聞く価値もない。私たちは、医師や周りのスタッフに愛子を任せ、その場を去った。かわいいなぁ。NICU に着いたゆうやが保育器の中を覗き込む。四つ葉、パパ来てくれたよ。リエコの優しい声に四つ葉が反応した。私はそっと部屋から出る。よかった。本当によかった。部屋の外から親子三人を見つめ、涙が溢れ出た。早く知らせなくっちゃ。私は早速夫へメールを打った。家に戻ると、夫が出迎えてくれた。ゆうや、信じてやれなくてごめんな。開口一番、夫はそう言って、ゆうやに頭を下げた。本当にごめんなさい。私とリエコも、夫の横に並んで頭を下げる。そんな私たちを見て、ゆうやは優しく笑った。よかった。なんか久しぶりにお腹空いた気がするよ。今まで気づかなかったが、よく見ると、ゆうやの顔はやつれていて、あまり食事をとれていなさそうだった。きっと、すごく悩んだんだろうな。申し訳なさを感じ、私は涙をこらえる。そんな私の様子に気づいたのか、ゆうやは言った。久しぶりに母さんのハンバーグが食べたいな。ハンバーグね。よし、急いで買い物行ってくる。私は気づかれないように涙を拭い、買い出しに出かけた。きっと私がみんなの前で泣かないようにしてくれたんだな。改めて、ゆうやは優しい子だと確信した。
私特製のハンバーグを食べ、その日のうちに優也は大阪に戻ったが、それから3日後、四つ葉は無事に退院できることに。退院の日は平日にもかかわらず、優也は休みを取り、リエ子と2人で病院へ四つ葉を迎えに行った。3人の帰りを私と夫は今か今かと待ちわびた。ただいまー。玄関に走っていくと、四つ葉は優也の腕の中ですやすやと眠っていた。パパに抱っこされて安心しきっているみたいです。リエ子と優也は顔を見合わせにっこり笑う。幸せだわ。心の中に留めておくつもりだったが、つい声に出してしまった。そんな私を見て、優也が笑う。当たり前だよ、ほら。優也の視線の先には、ゆっくりと玄関に向かって歩いてくるクローバーがいた。クローバー、四つ葉だよ。今日からよろしくな。クローバーは眠っている四つ葉の手をクンクンと嗅ぐと、コロンと寝転んでお腹を見せた。四つ葉とクローバー、二人合わせて四つ葉のクローバーだ。この二人は周りを幸せにしてくれる最強のコンビだよ。ああ、そういうことだったのね。四つ葉って名前、なんだか珍しいと思っていたが、そんな意味があったのか。きっとゆうやたちは子供が生まれる前から名前を決めていたのだろう。ここで私は気づいた。もしかしたら、リエ子は心のどこかで、ユウヤのことを信じていたのではないか、と。そうでなかったら、娘に四つ葉なんて名付けなかっただろう。リエ子さん、ありがとう。私はリエ子にお礼を言った。ん？こちらこそ、いつもありがとうございます。賑やかになりますが、これからもよろしくお願いします。リエ子は何に対するお礼か分かっていないようだ。しかし、優也と四つ葉、そしてクローバーを優しい眼差しで見つめるリエ子の姿は、女神のように美しかった。それから四つ葉中心の生活が始まった。四つ葉、おじいちゃんとお昼寝しような。ゆうやの時は、おむつ替えもしなかった夫が、率先して四つ葉のお世話をしている。頼もしいおじいちゃんで助かります。よっちゃんに相手してほしいのよ。私とりえ子は、夫の様子を見て、顔を見合わせて笑った。当初の予定通り、ゆうやは半年で大阪から戻ってきた。ゆうや、うちで同居しないか？ゆうやが戻ってきた日の夕食時、夫が唐突に言った。え？もちろん嫌ならいいんだ。ただ、部屋が余っているなって思っただけだから。夫は照れ隠しのようにお茶をごくりと飲む。そんな夫を見て、私とリエ子は笑い出した。お父さん、お母さんが良ければ、ぜひ同居させてください。本当にリエ子はよくできた嫁だと思う。そんなリエ子の気遣いに気づかない夫は。もちろん。さて、そろそろ四つ葉お風呂だな。そう言って、四つ葉のお風呂の準備を始めるのだった。それからユイヤたちのお荷物を少しずつ運び、私たちの同居生活が始まった。と言っても、ユイヤ以外の4人と1匹は、何も変わりなく、これまで通り四つ葉中心の生活を送っているのだが。父さんがこんなに子供好きだったなんて知らなかったよ。夫の四つ葉に対する溺愛っぷりに、優也も驚いていた。そういえば、あれから愛子さんは？リエ子に心配かけまいと愛子の話題は避けてきたが、私はずっと気になっていた。それがさ、いろいろあったんだよ。ゆうやは顔をしかめる。ゆうやの話では、愛子はすべて真実が明らかになった後も、ゆうやの職場を訪れ、懲りずに騒ぎ立てていたらしい。
会社は警察に通報すると何度も忠告したが、その忠告を無視したため、本当に警察沙汰になった。しかし、警察に連行されてからは、愛子はぱったりと姿を現さなくなったという。それだけ優也に執着していたことに、私はゾッとした。大丈夫だって。ここに引っ越したし、もう俺たち家族を壊すことはできないよ。優也はさらっと言ったが、その言葉は私の胸に刺さった。優也たち家族は、間違いなく固い絆で結ばれている。私は夫とこの家族を絶対に守ろうと心に決めた。そういえば、クローバーは？ん？いつも寝ているソファーにクローバーがいない。探し回っていると、ゆうやが静かにと言いながら手招きしている。ゆうやが覗いている部屋の中を見ると、四つ葉と夫が一緒にお昼寝していた。そしてその二人の間に、クローバーが寝転がり、こちらを見ていた。四つ葉とクローバーの間には誰も入れないって。お父さんが知ったら悲しむわね。そう言って私たちは、クスクスと笑った。